鎮西昇降承認遺書。この地に昇降寺を建立した京都市下京区寺町通り仏光寺上る東側、弁長家庭四年二月二十九日は平安時代後期から鎌倉時代にかけての浄土宗の僧。鎮西吉の祖。父は古川の重。し字は弁阿。王号は昇降坊。畜前国勝つの出身。現在の浄土宗での第二祖。死亡。 大将正,正宗国師が、滅後600年の文政10年に、任公天皇より送られている。任南3年に出家して、安本元,元年関世恩寺の会談で受会して、天台系の僧となった。受英2年、比え山に上り寛明に支持し、後に、昇進に支持した。研究元年、故郷に帰ると、神前の聖地油山の学頭となった。研究4年、 イボテイ三名坊の死に臨んで無情を感じ、浄土教に強く惹かれるようになった。そして、明浄寺五十塔建設に際して、安置する本尊の建造にあたって、注文のため、研究八年に上落する。当時、途中の話題となっていた、商名念仏を説く、宝禅を訪ねて、その日のうちに弟子となる。弁長は遠離れた後に、故郷畜前に戻り、 筑語国、肥語国を中心に念仏の教えを広めた。筑語国コーラさんの麓、と、クリアデラにて千日の普段念仏を務め、あまたの気遣いが現れて、多くの念仏信者を得ることとなる。後に、筑語国山本に禅道寺を建立して、九州における念仏の根本道場とし、肥語国白川に王城院を開いた。弁長の流派を、鎮勢義という。 現在の浄土宗である、弟子に酸素の、さあよしただをはじめ、草園、入和など、多数いる、など、ありがとうございます。